今ね日本社会ってのはある種心の病にかかっている部分があるのかもしれない。いろんなことを選び取ることができて選択肢がね、若い人たちというのがその中でどんどん迷って結局その何も選べない、導き手がない。本当はね日本の坊さんたちがやるべきだと思うんですけど、そういうことをやらない、これどう思いますか。私もねそのことはこの間帰って約1ヶ月間経ちますが痛切に感じました、うん、ということは全てこうずっと回っていますと新興宗教がね、うん、どん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 この大きくなってるんですよ、うん、その新興宗教の方に現代の若い人が迷いに迷ってスクワが走ってるわけです、ね、そうすることはその状態は既成仏教の昔ながらの伝統的な仏者といわれるあの坊さん方がその堂々とこの民衆の中に出ていかなきゃいけない、うん、そしてこの青年たちを導かなきゃいけない。ただこの大本山とかね総本山に座っておるだけでは近寄りがたい、日本にから子供が寄ってこない、ね、こんにちは綺麗だね、どんなに言ってもね子供こんな顔してみてね、うんうん、行く人があるんだ。中にはまあちょっと笑って行く人もない。学校の先生なんか見るともういいか時間がない、うん、子供と一緒に話そうと思ってるのに坊さんに近づいていけないとかいうような顔なんですよ、うん、ひどいですねそれ。ああ先生ひどいですね。そう先生これがね日本の教育そうです、ね、だということを後から聞いたんです、うんうん、もうこういうものには近づいていけない。いやもう坊さんはそもそも宗教に近づいちゃいけないという坊さん外毒扱い、うん、外毒扱いです、うんね、はそういうような教育方針だったらその後私言ったんだ、日本は100年と持たないだろうと。もうそうですね、ああこういう若い人がねこういう状態でね心の問題ができなかったならばもう突き当たってしまうと、うん、こういうこう社会とか教育とかあるいは宗門のあり方とかねこう考え直さなきゃいけない時に考えさなきゃいけないんです、うん、